その夏は忙しかった。昨年頻発した災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。払う、取り込む、その繰り返し。みんなは知らない呪霊の味。吐砂物を処理した雑巾を丸飲みしているような。私が見たものは何も珍しくない周知の醜悪。知った上で私は術師として人々を救う選択をしてきたはずだ。あの日から自分に言い聞かせている。あの日から。もともとは地元で焼肉チェーン店を展開する運営会社の社長一家が住んでいたそうです。しかし昨年の7月、例の BSE 問題で焼肉店が壊滅的な打撃を受けたことから、多額の借金を苦にして一家心中。以来社長宅は心霊スポットとして噂となり、地元の中高生や県外の大学生、フリーターなどが肝試しに訪れ、相次いで行方不明に。噂が噂を呼び、被害が拡大していったんでしょうね。心霊スポットの類はとかく噂が広まるのが早いからね。特に最近はインターネットによって信じられないくらいのスピードで広まっていく。結果、私たち呪術師の出番も増加傾向にあるわけさ。それ以外にも、学校帰りに行方不明になった小学生3人、その親族、警官、その同僚、友人、行方不明者をたどるとあの洋館に行き着き、被害に遭っている可能性があります。一刻も早く元を絶たなきゃですね。総監部もそう判断したから私に調査を依頼したんだよ。決して安くないギャランティーを払ってね。またふっかけたんですか？人聞きが悪いよ。交渉したと言ってくれ。いるね。それもそこら中に。とりあえず一通り見てみよう。私はこのフロア、歌姫は2階を。一人でですか？何か問題でも？いえ、大丈夫です。じゃ、よろしく。ここが最後の部屋か。なんだ、ネズミか。脅かせない。ねえ。うわ！次のスクリームクイーンになれるよ。もう脅かさないでくださいよ。歌姫が勝手に驚いたんだろ。1階の探索終わったんですか？ん？ここは1階だよ。私は1階の廊下を歩いてきたんだ。え？だって私、突き当たりの部屋に入ったはず。え？床に落ちてるお菓子の袋、缶、リュックサック、トレーナー。私はもう3回見ている。そしてこの壁の印。これは私が途中でつけたものだ。どうやら私たちはもう腹の中みたいだね。もしかして聖徳領域ではないですよね？違うね。あれは心象風景が具現化する。となると結界説。正解。被害者たちもおそらく閉じ込められたまま呪霊に取り殺されたんだろう。でも術式から考えると呪霊そのものは非力なはず。この結界を抜けることさえできれば。そこで課題だ。
歌姫ならどう突破する？この廊下はループしています。はじめはドーナツのような構造を想像しました。でもメイさんのつけた印を4回通りましたよね。その間隔を歩数で計測したところ、122歩、203歩、157歩、270歩と印と印の間隔はランダムでした。なるほど。ループする範囲が定まっていないとすると、継ぎはぎ状に結界を構成しているのかも。なので廊下を2人で全速力で走り抜ければ、どこかで崩れる。惜しい。90点一角。あとの10点は走るなら左右同時にかな。なるほど。継ぎはぎ説が正しいとすると、2人別の方向に素早く進んだ方が呪霊の結界の構造にほころびが生じやすい。隙ができれば外に出られるかも。100点。そうと決まれば、もし成功したら昇級をお願いします。貯金いくらある？はい。ま、いいや、考えておくよ。はい。じゃあよーい、ドン。やった。なんか崩れて、うわー。助けに来たよ、歌姫。泣いてる？泣いてねえよ、ケゴ。泣いたら慰めてくれるかな？ぜひお願いしたいね。姉さんは泣かないでしょう、強いもん。サトル、弱い者いじめは良くないよ。強いやついじめるバカがどこにいんだよ。君の方がナチュラルに煽っているよ、ゲトー君。歌姫先輩、無事ですか？心配したんですよ、2日も連絡なかったから。翔子！あんたはあの2人みたいになっちゃダメよ。なりませんよ、あんなクズども。お、今2日って言った？ああ、やっぱ呪霊の結界で時間ずれてたけ。珍しいけどたまにあるよね。メイさんがいるのにおかしいと思ったんだ。そのようだね。ん？ということは実働2日というわけだ。その分のギャランティーを上乗せしてもらわないといけないの。まだ吹っかける気なんだ。それはそうと、君たち帳は？ああ。この中に帳は自分で下ろすと補助監督を置き去りにしたやつがいるな。そして帳を忘れた。名乗り出る。先生、犯人探しはやめませんか？サトルだな。そもそもさ、帳ってそこまで必要？別にパンピーに見られたってよくね。呪霊も呪術も見えねえんだし。ダメなんじゃない？呪霊の発生を抑制するのは何より人々の心の平穏だ。そのためにも目に見えない脅威は極力秘匿しなければならないのさ。それだけじゃない。わかったわかった。弱い奴らに気を使うのは疲れるよ、ほんと。弱者生存、それがあるべき社会の姿さ。弱きを助け強きをくじく、
いいかい、悟。呪術は非術師を守るためにある。それ正論。俺正論嫌いなんだよね。力に理由とか責任を乗っけんのはさ、それこそ弱者がやることだろ。何？ポジショントークで気持ちよくなってんじゃねえよ。お、逃げろ。外で話そうか、サトル。寂しんぼか？一人で行けよ。いつまで遊んでる？翔子はどうした？さあ。便所でしょ。まあいい。この任務はお前たち二人に行ってもらう。か。なんだその面は。いや別に。依頼は二つ。星漿体天元様との適合者、その少女の護衛と抹消だ。ガキンチョの護衛と抹消？ついにボケたか。春だしね、次期学長ってんで浮かれてるのさ。冗談はさておき。冗談で済ますかは俺が決めるからな。天元様の術式の初期化ですか？あ、何それ。なんだよ。天元様は不死の術式を持っているが不老ではない。ただ老いる分には問題ないが、一定以上の老化を終えると術式が肉体を作り変えようとする。進化、人でなくなりより高次の存在となる。じゃあいいじゃん、かっこいい。天元様曰く、その段階の存在には意志というものがないらしい。天元様が天元様でなくなってしまう。高専各校、呪術界の拠点となる結界、多くの補助監督の結界術、それらすべてが天元様によって強度を底上げしている。あの方の力添えがないとセキュリティや任務の消化すらままならない。最悪の場合、天元様が人類の敵となる可能性もある。だから500年に一度星漿体、天元様と適合する人間と同化し、肉体の情報を書き換える。肉体が一新されれば術式効果も振り出しに戻る。進化は起こらない。なるほど。光落ちならいいけど闇落ちは困る。だから妖体からやり直すって話ね。まあいいや。それでその星漿体の少女の所在が漏れてしまった。今少女の命を狙っている輩は大きく分けて二つ。天元様の暴走による現呪術界の転覆を目論む呪詛師集団9、天元様を信仰崇拝する宗教団体万世教時の器の会。天元様と星漿体の同化は2日後の満月。それまで少女を護衛し、天元様の元まで送り届けるのだ。失敗すればその影響は一般社会にまで及ぶ。心してかかれ。でもさ、呪詛師集団9はわかるけど、万世教の方はなんでガキンチョ殺したいわけ？崇拝してるのは純粋な天元様だ。星漿体、つまりは不純物が混ざるのが許せないのさ。万世教は非術師の集団だ。特段気にする必要はない。警戒すべきはやはり9。まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。だから天元様も俺たちを指名したんだろ。はあ、悟、
前から言おうと思っていたんだが、一人称を俺はやめた方がいい。ああ、特に目上の人の前ではね、天元様に会うかもしれないわけだし、私、最低でも僕にしな。年下にも怖がられにくい。やなこ。あ、これでガキンチョ死んでたら俺らのせい。悪く思うなよ。恨むなら天元を恨み。の。目立つのは勘弁してくれ。今朝怒られたばかりなんだ。この子が星晶体。いや、セーフセーフ。ガキンチョも助かって。ん？素晴らしい。君、五条悟だろ。有名人だ。強いんだってね。噂が本当か確かめさせてくれ。いいけど、ルールを決めよう。ルール？やりすぎて怒られたくないからね。泣いて謝れば殺さないでやるよ。これがルールね。クソガキが。始まったな。万世教には呪術師と戦う力がねえ。でも金払いはいいぞ。それは保証する。ああ。どうだ全員。星晶体暗殺。一枚噛まないか。もう全員じゃねえ。向こうに入ったんでな。今は伏黒だ。いいぜ。その話受けてやる。